ベルクラネルから10階層で誰かに助けられたと聞いていたのですが、やっぱりバレンスタイン氏だったんですね。はい、それで今日は伝えに。わざわざすみません。本来でしたらこちらからお伺いをしてお礼をしなければいけない。いえ、私にも用事があったから。用事ですか？このプロテクターなんですけど、10階層で拾って。あ、これベル君の。私からベルクラネルにプロテクターをお渡しします。バレンシュタイン氏に助けていただいた件もお伝えしておきますので。あの、はい、何でしょう。直接返したいです。そういえば先日ベル君に怖がられていないかとおっしゃっていましたよね。はい、謝りたいんですけど、いつも逃げられて。え、逃げられるってベル君に？はい。ああ、あの子は。会って謝りたいんです。私のせいでたくさん傷つけちゃったから。わかりました。では私も協力します。協力です？はい、彼が逃げ出さないように、いえ、逃げ出せないように場をもきちんと面と向かわせますので。でもどうしよう。単刀直入にバレンシュタイン氏と会うように言ってもベル君のことだから逃げ出しそうだし。あの、やっぱり怖がられて。違います。なんと説明したらいいか。ベル君はそういう子でして。そうだ、まずはベル君をここの面談用ボックスに誘い込みましょう。誘い込む。そしてバレンシュタイン氏が強襲する。面談ボックスは出入り口が一つしかありませんので、ベル君も逃げられません。わかりました。では作戦決行の日時ですが。あれ？ベル君？ちょっとベル君、待ちなさい。追ってください、バレンシュタイン氏。私が倒し損ねたミノタウロスのせいで君に迷惑かけて、ずっと謝りたかった。ごめんなさい。違います。悪いのは僕の方で、バレンシュタインさんは全然悪くなくて、むしろ命の恩人で。というか謝らないといけないのは、お礼も言わずに逃げ回った僕の方で。ごめんなさい。ダンジョン探索頑張ってるんだね。あ、はい。もう10階層までたどり着くなんてすごいね。いえ、いろんな人に協力してもらったおかげで、僕は全然まだまだというか。戦い方も我流だから、変なことをしてモンスターにやられそうになるし、
もっと強くならなきゃいけないのに、全目標にも全く手が届かなくて。じゃあ私が教えてあげようか。デタラメに動いちゃダメ。空間をうまく使えるよう立ち位置を考えて。あっ、がむしゃらに防ぐだけじゃダメ。攻撃でも移動でもいい。次の動きにつなげられるように防いで。少し休憩しようか。あ、はい。気にしてる？昨日私が言った。あ、いや、私が言った臆病っていう言葉は君をかっこ悪いとか情けないとか私は思っていないし、臆病と慎重さを履き違えてはいけないけど、何かを怖がることはダンジョンでパーティーを助けることもある。だからその臆病なことを恥ずかしがらないで、むしろ怖さを感じない人の方が危ない。アイズさん、私がそうだから。え？リベリアたちにたくさん心配をかけるし、ティオナたちを仲間も巻き込んできた。私のようにはなっちゃいけない。何も感じなくなっちゃうってことは、きっと多分冒険者じゃなくて、そんなことはありません。え、アイズさんは僕を助けてくれました。モンスターと同じなんて絶対にない。僕を助けてくれたあなたはとてもかっこよかった。子供の頃に見た物語の英雄にそっくりで綺麗で、僕もこうなりたいって思わせてくれて、だから僕はこうやって、あ、いや、そのなんていうか、
いえ。訓練の続きしようか。あのすみません、僕ちょっと用事があって。うん、わかった。また明日よろしくお願いします。飛び上がれ。ウィン・フィンブルベトル。風よ。周りを見て。はい。大丈夫？あ、これって。大丈夫？って、うわが！あの、もしかして僕、気を失ってました？うん。それで、どうして膝枕を？アイズさん。休憩しようか。は、
聞いてもいい？はい、何でしょう。どうして君はそんなに早く強くなっていけるの？強く、どうしても追いつきたい人がいて、その人を追いかけていたらいつの間にかここまで来てて、そのどうしてもたどり着きたい場所があるから。そっか、わかるよ。しないといけないから。もしかして眠いんですか？訓練だよ。あ、はい。